どうもチームシケーダの金子です。僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。画像出てると思いますが、今度人物写真の写真集通販させていただきたく準備中です。よかったらカードか概要欄より、関連動画メイキングとかの再生リストありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。あとトーク動画の背景写真に使ってるのはインスタグラムで毎日更新しているものです。こちらもよかったらチャンネルページとか概要欄にリンクありますので、ちょっと見てもらえると、フォローしてもらえると嬉しいです。今回は時事ネタになります。緊急で動画回してるんですけど、つっても昨日ニュースになったんで、本当はね昨日すぐ出したかったんですけど、ちょっと余裕がなくてちょっと今日になってしまいましたが、岸田政権終了と次の総理は誰か当ててみるということで、ちょっとこれもねびっくりしたんですけど、岸田総理が自民党の総裁選、9月にあるんですけど、そこに出馬しない、つまり実質的にもう9月で総理大臣も辞めるよっていう表明をして、これね結構専門家の方も結構驚いてる方も結構いて、なんかね本当なんか支持率も本当血を張ってるのにね、自民党の中からも結構批判もね、もう辞めてくださいよ的な空気もある中で、なんかね岸田総理ってやっぱりこうよくも悪くもね本当天然っぽくて、なんかね本人はもうあんな状況でも出る気満々だったみたいなんですけど、ただ例えば自分で派閥を解散しておいて、その派閥がないせいで推薦人が集められるかとか、さすがにちょっとこれは勝ち目ないなって思ったっぽくて、その出て負けるよりももう自分で潔く退任した方が影響力も残せるかもしれないし、これちょっと後で話すんですけど、影響力も残せるかもしれないし、負けて終わった感みたいなのもなくてイメージもいいのかなっていう、やっぱり政治家ってみんなそうですけど、岸田総理なんか僕ねこう画像出てると思うんですけど、岸田ビジョンっていう総裁選出る時にアピールのためにその本出す政治家の人多いんですけど、その時にね出した初めて、1回負けたんですけど菅さんの時に、初めて総裁選出た時にこれ出した本を、これね借りて読んだんですけど自腹じゃないんですけど、ちゃんとね一応読むぐらい岸田ウォッチャーなんですよ僕ね。ある意味で岸田総理のファンというか、歴代総理やる人は、まあ、全員じゃないですけど、いろいろこう調べてみたりとか本も読んだりしてみても、人としてはねすごいなとか好きだなって人結構いるんですよ。例えば小泉総理なんかは、正直言って僕は多分小泉さんがやった政策の影響でちょっと割を食ってる方の人間だと思ってるんで、まあ政治家としては長くやったけどなぐらいの、どうなのかなと思ってるんですけど、人としてはねすごいね、もう勉強になるし参考になるし学びが多い人だな、なんならやっぱり小泉総理も人としてはねすごいお付き合いしたいみたいな、なんかもうなんか飲みに、まあ俺飲めないんですけど、なんかこう腹割ってちょっとすごい話を聞きたくなるような方で、そういう人多いんですよね。やっぱり総理大臣にまでなる人ってやっぱりなんだかんだ、好き好みは分かれるとしても、やっぱりキャラがある程度ないと、あなたとは違うんですの人とか、記念でねちょっとなったみたいな、まあ、ふわふわしてる人もたまにいますけど、それなりにまあ一定期間長いこと、総理大臣やるような人って人としては学びになる方が多いなっていう、まあ、印象なんですけど、岸田総理はねもうトータルで言うと本当にね何かしたいことがあるわけじゃないんだけど、もう漠然とほら子供がなんか小さい頃目標夢とか書くじゃないですか、パイロットになりたいとか。今どうなのかな、自分らが小さい頃なんかは誰か何人かはね総理大臣になるみたいな書く子いるじゃないですか。そういうノリでおそらくですよ、もうとにかく漠然と日本の一番偉い人になりたいみたいなノリで、そのためのもういいか悪いかは別にして、そう自分が総理大臣になるための最善のムーブを、そういうところだけって言っちゃあれですけど、そういうところだけは頭回る、死ぬほど回転力があるような方だなという印象なんで、でまあ本人としてはね、その岸田さんみたいなのを小説にすると結構今風に受けると思うんですよ。岸田さんはね別になんか悪いことをそんなにやってるわけじゃなくて、あと増税メガネとか言われてましたけど、それも正直別に岸田さんのせいというよりも、その今まで自民党がねこう積み重ねてきた悪行のツケがたまたま回ってきたタイミングでこうやらざるを得ないみたいな、プラス、まあ、官僚と仲良くはできるけどちゃんともう言うことは言う、ビシッとコントロールできるみたいな多分タイプではないので、今本来だったら絶対にすべきじゃない状態なのにもう増税ってなっちゃうようなっていうのも、まあこれもでも岸田さんだけのせいじゃないんで、なってる最中は早くやめてって結構言ってたんですけど、まあ最悪ではないんですよ。
なんなら例えば日本が高度経済成長期とかバブルの頃とかね、そのイケイケ安定期に入ってる頃だったらむしろ結構いい方だと思うんですよね。良くも悪くも現状維持っていうか下手なことをしないタイプの人なんで、安定期とか平和な時期だったらいいんですよ。ただね、まあまともな人だったらここ本当にちゃんと踏ん張らないと本当に失われた30年どころじゃないぞっていう状況でなるべきような人じゃなかったなっていうのが感想ですね。ただイケイケだった時期だったら良かったって言ってますけど、でもそういう時期だったらキャラクター的に絶対に総理大臣にはなれない、良くも悪くも今の日本を象徴しているような人だなと。比較的大きめな会社勤めの方だったらすごいわかると思うんですけど、もう今の日本はなんかチャレンジするとか、なんかこう大きなことやってやろうとかそういう野心よりも下手に目立たずにもう失敗だけしないように、もう上げ足とか足を引っ張られる要素さえなくしておいた方が出世できる世の中なんで、岸田ビジョンを読んだ限りはまさに岸田さんはそういうキャラクター、ほんとほんと面白いんで読んでみてほしいんですけど、もう漫画で言うとね、クリリンはねいいやつだからなあれなんですけども、本当でもドラゴンボールの初期のクリリンですよね。本当に小物っていうか、クリリンね、だんだん普通にいいやつになってったんですけど、初期のクリリンはちょっといやらしいんですよ。小物感すげえ漂ってるんですよね。その頃のクリリンみたいな感じで、もう絶対に主人公にはなれない、絶対に一番上にはいけないようなタイプのキャラクターなんだけど、あでもこんなに執着心とか小物でも必死に頭フル回転させれば総理大臣に、運もね追い風も吹く必要ありますけど、でも総理大臣になれるんだなみたいな、だからある意味一般庶民に希望を与えてくれるようなキャラの人なんですよ。いやこれね、褒めてもけなしてもないんですけど、そういうキャラクターなんで、そういう日本がイケイケだった時期なんかはもう絶対に総理大臣にはなれないキャラなんですけど、バブルと言われてた時代、僕全然まだちっちゃい頃だったんで全然あれなんですけど、は今でこそ公務員って多分受けがいいと思うんですよ。安定してるなとか結構なりたい人も多いと思うんですけど、その頃って公務員ってバカにされてたんですよね、らしいんですよ。安定取ってんじゃねえよみたいな、ちま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 稼いでよみたいな、だったらしいですよ。そういうことですよね。だからもう岸田総理は良くも悪くも今の時代にアジャストしたようなキャラの人だったんだなっていうのが、だから自利品になっちゃうんですよね。必死で延命処置をしてるみたいな、もうごまかしごまかしやってるなみたいな、特に若い方なんかはね良かったんじゃないですかね。一刻も早くやっぱ変わった方がいいと思うんで、ただ問題なのがこれ次誰がなるんだっていう、岸田総理より明確にこれだったら変えてくれるのかっていう人が今総裁候補で、名前が挙がってる人の中でいるのかって言われたら、っていう感じですよね。まあでもこのままいったら絶対良くなることはないんで、もうワンチャンどこかにかけた方がいいとは思うんで、僕は良かったたとは思いますけど、結果もっとダメになる可能性もあるんで、じゃあこっからはゲーム的に次の総裁誰になるか自分なりの、もうあんまりガツガツ調べてないですけど、今の自分の予想みたいなのを話していければと思うんですけど、多分確定的に出るって言われてるのが石破さんでしょ。あとそのいろんな理由で茂木さんって、本当ね僕の周りの人誰も知らない、結構聞いたら誰も知らなかったんですけど、幹事長だよみたいなね、幹事長の茂木さんね、でも最近結構ネットの番組とかテレビはどうかな、あんま見てないんで分かんないんですけど、結構やっぱり国民の知名度が圧倒的にないんで、もう露出頑張ってめっちゃしまくってね、総裁選に備えて。ただ岸田さんが出る場合、自民党のまあ別にどうでもいいと思うんですけど、例えば岸田さんが総理大臣の時に幹事長とか結構上のポスト大臣とかやってた人、幹事長かな、大臣かな、なんかやってた人が総裁選出るってなると裏切りみたいな、これ麻生さんがこう作ったらしいんですけど、それが自分にこうブーメランみたいに返ってきてる状況だったんで、岸田さんが僕もね本当出ると思ったんですけどね、もう意地でも総理大臣続けようみたいな、もう麻生さんに嫌われようが何しようがもうなりふり構わず本当に総理大臣少しでも長くやりたいんだなみたいな、そういう感じだったんで、でワンチャンね出たら案外いけるかもしれん、なんかまあいいか悪いか別にしてと思ったんで出るかなと思ってたんですけど、まあとにかく岸田さんが出ないってことになったんで、これで気兼ねなく、茂木さんも出れるようになったっていうんで、この2人は多分確実に出ると思うし、僕は大方この2人のどっちか、まあ僕はね今のところ、茂木さんになるのかなと思っています。なんでかっていうと、いまだに自民党ですごい影響力持ってるのって麻生さんだと思うんで、単純に麻生さんがバックアップしてるからっていうことだと思うんですけど、政治家としての能力値みたいなのは小泉進次郎さんとかも出ないと思うんですけど、河野さんとか
石破さんとか河野さんとか、あと若手の小林さんとか、あと高市早苗さんとかなのかな、この辺が、うん、出るのかなってなってるのかなと思うんですけど、まあ、総合的な政治家としての、まあ、世渡りとか、そういろんなね、こう調整能力とかそういうのも含めて無難というかなのが茂木さんなんで、まあ今上がってる中だったらもう僕も茂木さんが一番マシなのかなっていう、マシって言っちゃ失礼ですけど、政治家選ぶ基準ってみんなそうなんで、あの 100% いい政治家なんてもうまず出ないんで、まあ、あの投票行く時もね、まあ、これ何回も言ってるんですけど、もう嫌いなとこ上げてったらみんな出てきちゃうんでね、キリがないんで、まだマシだなっていうのでやると前に進むかなと思うんで、うん、だから茂木さんが まあまだマシかなと思うんで別にいいっちゃいいんですけど、ただ茂木さんって別に本人が悪いわけじゃないんですけど、なんかイメージの問題ですよ。茂木さんがなると まず地味だし、なんとなく麻生さんのバックアップを受けてるから、今自民党ってすごいイメージ最悪じゃないですか。だからこう刷新感のあるみたいなので、また石破さんみたいな、国民にはね人気あるみたいなんで、出てきたと思うんですけど、茂木さんになると選挙負けるんじゃねみたいな、多分総裁選のすぐ後に解散総選挙多分あると思うんですけど、その時に、まあ、負けることはないかもしれないけど議席がっつり減らすんじゃねっていう懸念があるから、それに反発する人が、まあ、石破さん嫌われてるみたいですけど、ただ政治家って何よりプライオリティ高いのはとにかく自分が選挙で受かることなんで、だから国民のイメージがいい方が、あの特に下っ端の議員の人なんかはいいんで、今派閥も麻生派以外はないわけなんで、だから石破さんとか、まあ推薦に集めるの苦労してるとか言ってるけど、元二階派の人たちがなんか細野さんとかがなんか一緒になんかいろいろやってるみたいな話も出てるんで、それがどこまで集まるかですよね。菅さんをはじめとする非主流派の人たちがどれだけね集まってるかっていう、麻生派は解散してないんで麻生派はもう固定票でがっつりあるじゃないですか。で安倍派の人たちは多分今チリジリなんで、人によると思うんですよね。岸田さんとかに近い人たちは多分ね麻生さんと取引したんじゃないかなっていう、多分岸田さんもし茂木さんが総理大臣になったら多分ね結構いいとこのポストを多分つくと思うんですよね。あの大臣とかじゃないと思うんですけど、あの党の幹事長とか多分そっちになるんじゃないかな、そういう取引したんじゃないですかね、急に辞めるって言ったのは。そうそう、どうせ勝ち目ないからそっちの方がいいんじゃねみたいな、僕そういう匂いがするんですよね。ただ、岸田派は一応解散してるから全員が岸田さんについてく、どうなんだろう、わかんないですけど、ただその一部は流れそうだし、岸田さんも茂木さんの味方になるよみたいな感じだとしたらですよ、多分安倍派の人たちって岸田さんめっちゃヘイト貯めてると思うんで、その一部があの別に石破さんが好きとか嫌いじゃなくて、もうとにかく岸田さんとかそっち系 の主流派の人たちがもう憎いみたいな感じで、石破さんに消去法でつく可能性もあるんで、河野さんはないと思うんですよね。票が割れちゃうんで、石破さんに非主流派の方は結構あの集中してくると思うんですよ。他にいなさそうだしね。あと若手の小林さんか、なんだかんだ茂木さんになるのかなとは思うんですけどね。でその後選挙多分ね議席絶対減ると思うんですよね。で相当に減らなければ、もうこれ織り込み済みだから、あの茂木さんも辞めさせろみたいなにはなんない、多分そういう根回しはしてると思うんで、ある程度減っちゃうよね、しょうがないよね。野党も一本化できてないから過半数さえいけばまあいいよねぐらいの多分根回しはしてると思うんですよね。茂木さんに勝つんだとしたら、例えば若手のね小林さん、僕小林文明さんって岸と同じあの広島の方にもう一刻も早く総理大臣になってほしいんですけど、だからもし茂木さんが負けるんだとしたら、選挙に勝ちたい若手とか下っ端の人たちがもう結構担ぎ上げてなんかあっと言わせるみたいなことが起こるかどうかみたいな、でも雰囲気的にそういうのは起こらなさそうだから、今回は次ぐらいじゃないですかね、そういうことが起こるんだとしたら。茂木さんでもやっぱりダメじゃねえかってなっていい加減ってなるのかなと思うんですけど、どうなんですかね。もうね全然もう急いでバーって撮ってるだけなんで全然話のまとまりがなくてちょっと申し訳ないんですけど、僕の予想は茂木さんか、それに勝つんだとしたら石破さんじゃない、なんかサプライズな感じのことが何かしら起こって、なんか今の段階では想像つかないような人が総裁になるんじゃないかっていう予想、でもそれは確率低いんじゃないかなっていう感じですね。
どうですか、これもうゲーム的なんで別に個人の意見ですし、全然反対意見とか全然あと前提情報みたいなのが間違ってるよみたいなことがあったらぜひねコメントで書き込んでいただけると僕も勉強になるんで、あんまり調べる時間がないので、よろしくお願いします。ということで今回の話は以上になります。よかったらいろんな動画カメラの話とかも結構普通に本業カメラマンなんで、してるんで、よかったら、チャンネルページ他の動画1本でも見ていただいて応援していただける方はぜひチャンネル登録してください。お疲れ様です。コメント高評価チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカ。